はい、おはようございます。ゆうすけです。本日からですね、このマックスバトルにですか、ダイマックスダンバルが出現ということでですね、今回もソロ討伐チャレンジやっていきたいと思います。まず結論から言うと、こいつ全然普通にソロ討伐できます。まあ、今回星さんということなんですけども、普通にリザードンで燃やしていけば余裕でソロ討伐できるらしいですね。余裕でソロ討伐できるらしいですね。ただ普通にリザードンでボコボコにしたんじゃまあつまんないだろうということでですね、今回はですね、ちょっと縛りプレイやっていきたいと思います。見てください、こちらのパーティー。未進化、未強化、もうそのままの人影、ありのままの人影3体でソロ討伐できるのかということでチャレンジしていきたいと思います。技のレベルもですね、上げておりません。レベル1の攻撃技のみとなっております。ただしですね、技に関しては炎タイプの技、これは変更しました。火の粉ニトロチャージですね。3体とも火の粉ニトロチャージにして、技だけは炎技に変更しているといった感じですね。今この人影のマックス技がダイバーンっていう炎タイプの技になってるんですけども、これは技1に高数らしいですね。技1が炎だからこれがダイバーンっていう炎技になるんですよ。技1が引っかくだと、これは大アタック、ノーマルアタックのこうマックス技になっていくんですね。技1に高するという点に注意ですね。今日も埼玉はですね、35度近く行くということで、もう過酷な中やっております。もう9月ももう後半に入っておりますが、真夏でございます。でやっていきたいと思います。おすすめバトルパーティーはこんな感じですね。普通にご利用設定入れてますね。まあこれでいきますか。もう準備 OK です。一応2人か3人ですか。そうですね、一応攻撃ブーストはかかっていますね。もうすでにクリアされている方がいるので、なので完全に1人というわけではありません。あのサポートが入っていますが、それでもこれ未進化未強化で果たしていけるんですかね。とりあえずやっていきましょう。そして何度も言いますが、BGM は神です。おお、やっぱいいね BGM ね。いや、いけますか、いきますか。アイアンヘッド、あーちょっと食らうね、食らうけど早くダイマックスすればいけるんじゃないか。早くダイマックスしたい。 OK OK OK、 取っていく。スワイプし取っていきます。スワイプし取っていきます。ちょっとアイアンヘッド避けた方がいいかもしんない。どうだろう、これやられちゃうんじゃない、これ全然たまんない。 OK OK、 スワイプしてゲージ溜めていく。避けるあー避けられない、避けられない。ちょやばいぞやばい、ちょっとだいぶやばいんだけど、だいぶやばい。アイアンヘッド、ちょっと技避けられないんだけど、ちょっと2体目に行ってしまった。これあれですよ、やられてもマックスメーターは同じですね。ちょっと避けていく。あれ避けられないな、避けるタイミングが分かりにくいです。 OK、 ちょっとスワイプして取っていく。OKOK、 避けられない、避けるタイミングは分からないです。集中して、ちょっとここで避けるのか、ここで避けて、避けられない難しいな、ちょっと早く溜めたい。どうだろう、ちょっと打ってって、ちょラストになってしまった。しかしこれダイマックスラストになってしまいました。これ避けないとダメですね。避け方がね、ちょっとダイマックスの避け方の仕様がちょっと僕慣れないです。ダイバーン全然入んない、これダメだわ。強化しないとダメですねこれ。いやダメてたわいやちょっとすまん、これダメしたわ、ダメだわ。さすがにね星1みたいにはいかなかったと、いうことですね。ちょっとこれは無理なんで、ちょっと一旦抜けて作戦を練り直したいと思います。では気を取り直してリベンジですね。リザードまで進化させました。技はとりあえず適当なんですけども、炎の技にはしているので、これリザードに進化させていけるかどうかですね。ちょっとこんなに苦戦するとは正直予想外でした。星さん舐めてました。いやーきついっすね。そしてもう炎天下の中ずっとやってるんで、もう今スマホの画面がちょっと暗くなっちゃってほとんど見えない状態です。そして僕自身の汗も今相当やばいことになっております。いやーちょっとねこれね、暑い中これやるのはなかなか過酷ですよ。さあいけるでしょうか果たしていやーお願いします。どちらかといえば今暑さと戦いなんだよな。暑さがえぐい。いや行ってくれよ。
さあリザード行け。そして僕は画面ほとんど見えてないです。技の避け方を知りたいですよね。ああ避けられない。アイアンヘッドを使ったって表示されてからだと避けるんで、スワイプして取って、でこのびっくりマークが出て避けたら、避けられた。あれですね、びっくりマークが出たぐらいで避けられる。びっくりマークが出るんですよね、まあ、ここのタイミングか。これで避けられましたね。避けられたっぽい。びっくりマークだ、びっくりマーク。ここが、ここが避けどころ。避けたね、これ避けられましたね。 OKOK。 で、あれだ、ポケモンに注目しよう。ポケモンに注目して、3本線、3本の集中線が出るんで、あれ今出た3本の集中線。ちょっと画面がちょっと熱暴走で暗くてあまり見えないですけども、まだまだ、あれか、これ技1か。技1は出ないのか。技2は出るんだね。で、あー、これ避けないとダメ。避けないと、オッケーオッケー。さあここでダイマックスできた。いや、いけるだろ、これはいけるだろ、これはいけるでしょ。はい、ダイバーン。くあ、きつい。オッケーオッケー。で、これで 3回使います。3ターン使えるんで3回使います。オッケー、ここまで削れた。ただこいつの HP がもうない。さてゲージを貯めよう。少しでも音。で、これもう避けても意味ないんで、これはいい勝負になりそうだな。とりあえず集中戦注目。オッケーオッケー、取っていく。行く、意外と強いな。オッケー、よく避けていく。ちょっと集中。避けろ。これが来たら避ける。オッケー、避けた。避けたことになってる。でも避けてもだいぶ食らう。きつい。オッケー。ゲージ冷めていく。おい、避けろ。避けられないか。避けれたのか、これは。避けてもダメージ入りますからね。オッケー。溜めていって。技1がだいぶ食らうな。どうだろう。避けろ。オッケー。ああ、どうだ。あ、食らってる。オッケー、大丈夫。2回目のダイマックス。これ時間が無制限なのがいい。です。ダイバーン。いや、まだ半分ある。きついぞこれ。いや、あとこれだけある。きついな。でも、もう無理だもん。全然入んないですね。で、溜める。溜めて。いや、溜めてない。いや、これ取れてない。取れた。技1で結構食らうのがね。オッケー。溜めていく。効果今すなんですけどね。オッケー。溜める。なんか集中線が出なくなった。きついぞ。オッケー。避ける。オッケー、取る。なんか集中線が出なくなったぞ。どういうことだ。画面が暗くて見えないだけなのか。オッケー、取る。オッケー。ダイマックスしたけど、いやー、でもギリギリ倒せなそう。倒せなさそうだな、これ。ダイバーン。でもこれ頑張れば倒せそうですけどね。いや、もう限界だわ。これが限界。惜しいね。惜しくもないけど。い
いや惜しいわ。でもここまで追い詰められたぞ。あとちょっとだ。これ全滅したらどうなるんですかね。それも気になるわ。まあ一応ちょっと最後までやってみましょう。はめていく。全滅したらこれ何？なんかある。あーでこれでやられて、パワースポットボスが倒せなかったら再挑戦してみましょう。あー普通にダメか。いやでも惜しかったな。でもこれマックスバトルの容量がかなり分かりましたね。とりあえずスワイプしてあのゲージを貯めていく、マックスゲージを貯めてとにかく早くダイマックスさせる。それから技の避け方ですね。技の避け方は3本の集中線みたいなやつが出るんで、それが出たら多分技が飛んでくるんで、多分そこで避ければいいと思うんですよね。ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけども、いや惜しかったですね。はい、というわけで最終手段でございます。リザードンまで進化させました。しかし強化はしておりません。技は炎技ですね。技マシンあんま使いたくないんで、とりあえず炎だったらいいかなっていう感じで、やっております。この3匹でいきますね。1匹ですね。ちょっと試しに大ウォールと大リカバリーレベル1まで解放した子を一応入れてみました。ひょっとしたらなんかの役に立つかもしれないんで一応入れております。ではこの3匹でやります。この3匹だったらさすがにいけるでしょう。こんな無謀な縛りプレイやるやつもね、そういないと思うんでね、多分全部の YouTuber の中で俺が一番今日苦戦してると思います。まあ普通に強化すればね倒しちゃいますからね。やってみましょう。さあどうなんですか。いきなり飛んでくる。削りは多分違いますよね。それからやっぱアイアンヘッドも食らえる。アイアンヘッドも食らえるね。避けなくて大丈夫だわ。やっぱあれだな、やっぱリザード、やっぱね進化最強っすよね。溜めていって、あーもうアイアンヘッドも避けなくて大丈夫っすね。いやー楽だ。今まで僕はどんだけやばい縛りプレイをしてたんだって話っすよ。でちょっとこれ取りたい。取って OK。いいっすね。これダイマックスしちゃえば余裕なんじゃない？どうなんすかね。もうアイアンヘッド避けてないよ。めんどくさいでアイアンヘッド避けてないっす。もうそうそうメーターマックスになるんじゃない？メーターが、いやでもそれでもあれがリザードンでもこれか。なんかすごい楽勝って感じでもないっすね。オッケー。ダイマックスでございます。ダイマックスして OK。 これどれぐらい入るかな。これレベル1なんですよね、技のレベルが。でも一応ダイバーンだからどれぐらい入る。これ効果抜群だ。ちょっとダイボールする。ダイボールしてダメージを減らしていこう。 OKOK。 ダイボールで OK。 これハートつくんですよ。ハートつくの分かります。でこうした後だとダメージ食らうじゃないですか。ダメージ食らうとですね、ちょっと打ってこないかな。打ってくると分かる。アイアンヘッド来たじゃないですか。ハートがちょっと減ったの分かります。ハートが、つまりこのハート分だけダメージをゼロにできるんですよね。だからこのハートが消えるまではこのリザちゃんはもう無敵状態ということになりますね。あとハートがあと1個ですね。これがある限りダメージは入らない。これが来てしまうとダメージが入ってしまうと。だからちょっとねしのげるんですよね、これ大ウォールはね。これ大ウォールとか大リカバリーをなんかフルで駆使したらひょっとしたらリザードの状態でもこれはいけたかもしれないですよね。回復できるっていうのが、対戦中に回復できるっていうのがね、これやっぱマックスバトルのちょっと深いところなんでね。そしてやっぱ制限時間がないっていうところがいいですよね。火力低いやつでもねこれじっくりいけますからね。ちょっとマックスにしよう。でもうハート消えちゃったんでもうダメージは食らうしかないが、ここでダイマックスです。 OK。 2回目ダイマックス。いいよ粘ってる。でこれはもういっちゃおうか。ダイバーンでどれくらい入る。あーでもこれくらいか。思ったより硬い。だこれダンバルでこれでしょ。星さんのメタグロスとか来たらどうなるの。なかなかきついんじゃないこれ。ダンバルで超えですよ。いや正直俺この星さんのダンバルって聞いた途端瞬間ですか、ダンバル自体はそんな強くなくて、星さんだと MP400 使うんすよ。要するにダンバルがちょっとレアポケモンだから、1日であんま勝てできないようにコストを上げてる。ただ単にその MP のコストを上げるためだけで俺星3になってると思ってたんですよ。つまり強さ的には星1の人影とか不思議台とかそこら辺とあんま変わんないっていうね。
そういうのを予想したんで、そうじゃないっすね。意外とそんなことも全然なく、普通にめちゃ強っすね。これはあれだろう、こいつも全滅するでしょ。でも汗がやばいです。汗がもう T シャツに汗がめっちゃ染みてる状態なんですけども、でもこれ倒せますね。 OK で、これ多分次ダイマックスすればいけるでしょ。次ダイマックスすれば多分これ勝てるはずで、ちょっとダイマックス OK。 さあ3回目のダイマックスでございます。 OK、 まあこれでダイバーも打てば倒せるんですけども、せっかくなんで、ちょっとダイリカバリー見せようとしたら、こいつダイリカバリー覚えてなかったです。ダイリカバリーをちょっと使ってみたんですけども、ちょっとだけ回復するんですよ、ちょっとだけ。だからダイリカバリーどうかな、ほんのちょっとしか回復しないんですよね。まあちょっと気になった人は試してみていただければと思うんですけども、 OK。 いやー倒せたー。でも未強化でこれですからね、未強化でも結構苦戦しますね。だからちゃんとスワイプしてこうダイマックスしっかりしていくっていうことをしないと、多分 PL20 のリザードンでも場合によってきついかもしれない。というわけで、ものすごい苦戦しましたが、星さんのダンバルのソロトーバーズの動画をお届けいたしました。まあ、結論から言うと星さんです。ちゃんとやれば、ちゃんと対策して、ちゃんとでしっかりね、効果抜群取れるポケモンでダメージを与えていって、ね、なんならこのリザードンをね強化しちゃえば楽勝にできるとは思いますが、ただ舐めてかかると普通に痛い目に遭うということがよく分かりましたね。これこの先もっとどんどんね強力なこのボスですか、マックスバトルのボスが出てきたらもっと苦戦することになると思うので、だから今のうちにこのマックスバトルですね、だから今がマックスバトルのチュートリアル期間だと思って、いろいろねこういうなんか技の避け方の練習だったり、効率よくねあのマックスゲージですか、あれを貯めていくなり、まあ、そういう練習期間だと思ってやっぱ今やった方がいいと思いますね。まあ、正直ね今マックスバトル頑張ったとてみたいな感じでちょっと疑問を抱いているという方もいると思うんですよね。いやこれ頑張って何になるのみたいな、正直現状じゃないですかぶっちゃけ。でもまあメガ進化もそうだったんですけども、だんだんパワーアップしていくだろうと僕は信じているので、まあ、そのパワーアップのアップデートが来た時に備えて、まあ、やっぱ今は練習していくのがいいかなって個人的には思います。皆様はこの星さんのダンバルですね、マックスバトルやられましたでしょうか。もしよろしければこの動画の感想とかいただければと思います。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひこれを機にチャンネル登録、それから高評価ないとお願いいたします。ちょっと見えるかどうかわかんないですけども、だいぶ汗をかきました。めちゃめちゃあの暑い中で、ちょっと今すごい汗やばいんですけど、めちゃめちゃ暑い中頑張りましたので、もしよろしければ高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画で、アディオス。